トランプの 14% が来てるんじゃないですか。なんて 86% だと思うんですけど、これはあのすごい最初に実証された一緒にされている人事ということになります。この、ここで言いましたように、ゼロの自身何も手を加えています。で、ネスマールだけを若干手を加えて、モディフィケーションということで、原理的には全てのネス的プロセスに適用することが可能です。で、今まで多くの研究開発がなされておりまして、今の研究は非常に86% と言っています。その他、ナッパの圧流、それから酸素トランプ、空気トランプですね、それから海水の淡水化学、蒸発トランプ、それから CO2 の化学吸収、アメリカ人などで、開発から CO2 を分離化したり、